こんにちは。菊藤流演出メニューということで、今日は4の糸芝居と9の一瞬芸または瞬間芸にスポットを当ててみます。一瞬芸の定義、つまりどういうものを一瞬芸または瞬間芸と見るかということですね。前にもちょっと触れましたが、もう一度他のプレイでちょっと考えてみます。親指小指かな、はい、1のリズムでたちまち東京スカイツリーが現れましたね。究極の瞬間芸というんでしょうか、文字通り一瞬の芸でした。続きまして1、2で、はい、お母さん富士山が現れました。まあ、これも瞬間芸と見ていいでしょうね。続きまして1、2、3、はい、1、2、3のリズムで手のひらにかわいい蝶々さんが現れました。一瞬芸としましては、以上の1または1、2または1、2の3、この3つまででしょうね。この3つを一瞬芸または瞬間芸とするのが、まあ、順当かと考えています。それでは、この一瞬芸、特に今回は1、2の3のリズム、まあ、さながらワルツの調べといいますかね、1、2、3のこのリズムの連続で糸芝居にチャレンジしてみます。最初は2本の構えからです。1、2、3、はい、1、2、3で、日本の伝統の名作菊の花が現れました。見事な花模様ですね。はい、1、2の3、はい、また、1、2、3のリズムでお母さん富士山が現れました。菊の花と富士山というね、我が菊富士流の、両方の占領役者に登場してもらって調子が出ました。この富士山にもゴミがたくさん捨てられているようで、せっかくの世界遺産、残念なことですね。時々ボランティアの方々が、清掃作業をされている報道を拝見しますが、掃除するためにはもちろんほうきが必要ですね。1、2、3のリズムでいろんなほうきを出しましょう。はい、まず1、2の3、はい、1の3のリズムで、はい、3本指のほうきが出ましたね。また1、2、3のリズムで富士山に戻します。1、2の3、はい、富士山に戻りました。3本指の次は4本指挑戦します。1、2の3、はい、4本指のほうきですね。はい、4本指のほうき。また1、2、3、ワルツの調べに乗って
富士山に戻しましょう。1、2、3。はい、1、2、3のリズムでまた富士山に戻りました。3本指4本指と続けば、次は当然5本指ですね。1、2、3。はい、5本指です。なかなかすっきりしたいい形ですね。また富士山に戻します。1、2、3。はい、戻りました。3本指4本指5本指ときましたので、どうも2本指も出さないとなんか格好が つかないですかね。1、2、3。はい、2本指はちょっと掃除の効率が悪いので両手に持つことにしました。はい、またリズムに乗って富士山に戻ります。1、2、3。はい、なんとか 1、2、3のリズムで富士山に戻りました。ちょっとワンポイントだけご説明いたしますと、4本指のほうき作るときに、この岡田文さんからね、親指だけ残して小指をこう入れるんですね。こうなります。でさっき最初にこれを引っ張って蝶々にしました。手のひらに乗るね、かわいい蝶々にしました。引っ張らずにこれを親指だけ残してパラッと落とすんですね。この垂れてるのを引っ張れば蝶々、引っ張らずにこれ垂れてるのを下に引っ張れば蝶々、引っ張らずにここ片手入れて、この蝶々の羽をこう押さえるような、そういう感じでこれをこう外に引っ張り出して、こうやればたちまち4本指のほうきが現れますね。これを富士山に戻す技ですが、まず小指をこの人差し指のスペースに入れて、1、2でこの親指から来てる紐をこう取って、2で取りながら小指をこうこういう角度で入れて、こうすればこの形になりますからね。でこう3と、相当デリケートで結構難しいですね。それから、菊の花、このあと1、2、3でまた菊の花に戻しましょうね。1、2、3。はい、戻りました。菊の花が富士山とほうきの往復のパフォーマンスを、見ていて、まあよくできましたねとこう拍手しています。この菊の花を作る動作ですが、最初この2本の構えからね、親指の紐をこう人差し指に移して、下の
紐を親指の背中でこう取って片っぽだけ取って、親指と親指を揃えるようにして入れて、この形に持っていって、あと小指の向こうをこうかければたちまち富士山あの菊の花ができますね。このあと日本の構えに戻すには、親指離して人差し指の紐をこう親指に移せば、たちまち日本の構えに戻りますね。あの伝統的な方法といいますか、あやつりの本などでは片手親指だけ、こちら親指小指で、腹で押さえてこっちへ出す、あるいはもう最初から背中で取ってまっすぐこう引っ張る、こういう取り方が示されていて、なかなか、面白い動作ですね。こうやって、これも伝統的な方法ですね。この方法でも、親指離して人差し指に親指入れて、人差し指離せばすぐ日本の構えに戻りますね。この菊の花を作り方、我が菊富士流ではこの日本の構えから作るのを、まあ正規の作り方としています。あのこの方がこう写してこうやる方がどうも分かりやすいようですし、スピードもこの方がちょっと速いように思いますね。ほんの少し速いように思います。こうやってね、これから日本の構えに戻す動作はもう位置でこう戻りますね。パッパッ、はいっと。どうも大変失礼しました。